この項目では、2016年シーズンの J1 リーグについて述べる。仙台鹿島浦和大宮鹿島 FC 東京、川崎横浜 FM 湘南甲府新潟岩田名古屋、G 大阪神戸,神戸広島福岡と市2016年の J1 所属クラブの所在地 J1 リーグとして24年目のシーズン。明治安田生命保険総合会社をタイトルパートナーとして2016明治。 安田生命 J1 リーグの名称で行う。前年に導入された2ステージ制と年間王者を決める J リーグチャンピオンシップで優勝を決定する方式が本年も行われた。スケジュールについては、ファーストステージ分が2015年12月15日に、それ以外については2016年1月13日に発表された。J リーグ発足後初となる2月開幕になるとともに、 リーグ最終節が11月3日に終わるという前倒し日程となった。これについて J リーグではリーグ戦最終節の開催日時を揃えることを前提としたステージ間の中断期間をなくし平日開催を減らすことで全体的な過密日程を緩和し FIFA フフクラブワールドカップ開催前に J リーグ年間王者を決定させることが理由であると述べている。 2016年シーズンの J1 のクラブ数は、前年同様の18クラブ。以下のクラブが参加した。2015年シーズン、J2 優勝の大宮 RD じゃは2014年シーズン以来、2年ぶりの J1 昇格。2位のジュビロ岩田は2013年シーズン以来、3年ぶりの J1 昇格。3位で、 J1 昇格プレイオフを優勝したアビスパ福岡は2011年シーズン以来5年ぶりの J1 昇格。ガンバ大阪はこのシーズンから本拠地を私立スイタサッカースタジアムに移転した。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めた。リーグ戦に関しては2015年12月15日発表時点では前年との変更点はないが、 チャンピオンシップについては、レギュレーションが分かりにくいことへの反省点、リーグ戦成績上位チームの優位の一貫性を確保する観点から、以下の見直しが行われることが2015年12月22日に発表された。なお、年間順位決定方法は前年と同様で、チャンピオンシップ決勝進出チームを1位2位とし、3位以下は、数年での成績で判断する。 ファーストステージで主役の座に踊り出たのは、川崎であった。風間八弘監督の戦術が、守備面にもようやく浸透して2年連続得点王の FW 大久保義とを中心とした攻撃とうまく融合、メンタル面の波が減少したことで勝ち点を積み重ね、第3節で首位に踊り出ると、一時は浦和とのマッチレースの様相を見せる。第8節の浦和との直接対決には、 敗れるものの、浦和が第12節から5戦未勝利で、首位戦線から交代、第16節の結果次第では、川崎が悲願の8タイトルを手にできる状況となった。迎えた第16節、川崎はアウェーで最下位福岡と痛恨のドローで、首位から脱落、変わってアウェーで神戸に勝利し5連勝となった鹿島が、首位に躍り出る。 昨シーズン途中から監督に就任した石井正忠の下で前線からの積極的な守備が浸透し、センターバックの上田直通と正次元、GK、蘇我畑一志を中心とした守備陣が安定した鹿島は最終節、川崎と引き分けた福岡とホームで対戦2から0で危なげなく下し、鹿島が7年ぶりにリーグタイトルを獲得した。川崎は 最終節ホームで大宮を下すも一歩及ばなかった。続くセカンドステージでも川崎は好調を維持。序盤7試合負けなしで同じく負けなしの浦和、横浜 FM とリーグを牽引する。川崎は第8節でトスに17試合ぶりの黒星を喫死首位から転落するが、続く第9節の浦和との直接対決を制止首位に再浮上する。 しかし川崎はここから勝ち負けを繰り返してなかなか波に乗れず逆に浦和は第10節の神戸戦に敗れたもののそこから連勝を重ねて第12節で首位を奪回そのまま第16節岩田戦で6連勝を飾ってステージ優勝を決めた川崎は 終盤8節を4勝4敗で終え、第8節以降の10試合を8勝1分に1敗とした神戸にも上回られ、ステージ3位。年間勝ち点でも最終節引き分けで、勝ち点の上積みした浦和の後陣を廃止2位で、チャンピオンシップに臨むことになった。一方、年間勝ち点で争われる残留争いは、J1 仕様の戦力に整えることができず、 ファーストステージ第3節以降年間再開を抜け出せなかった福岡が、セカンドステージ第14節の敗戦で、年間16位以降が決まり降格が決定。翌第15節には、主力の大量遺跡と怪我人の続出で戦力が整わず、セカンドステージ第3節から10連敗を含め13戦、未勝利となった湘南の年間16位以降が決まり降格が決定する。 残る一つは、最終節を前に、勝ち点3差の中にひしめく岩田、甲府、新潟、名古屋の4チームで3枠の J1 残留を争う、激しい展開となった。迎えた、最終節、13位岩田はアウェーで、仙台に勝利し自力で、J1 残留を決定。14位甲府はホームで、トスに0の1で敗れ、自力では残留を決めることができずに、 勝ち点差1で迫る15位新潟と16位名古屋の結果次第となった。その新潟はホームで広島と名古屋はホームで湘南と対戦。開始早々名古屋が湘南 MF 山田直樹のミドルシュートで先制されると37分には湘南 FW 高山ルに2点目を決められ極めて苦しい状況に陥る。後半に入って 名古屋は FW シモビッチの PK で1点を返すも、その10分後には、名古屋 DF 田中マルクス・トゥーリオからボールを奪った、湘南 MF、山田のこの日2点目で1から3となる。一方、試合前の時点で、名古屋と、得失点差で3上回る新潟は21分に、広島 FW、ピーター・ウタカに先制されるも、名古屋の試合展開を踏まえたベンチの指示もあって、 失点をこれ以上増やさない消極的な試合運びに終始する。結果、新潟は0の1で敗れるが、名古屋が1の3で敗れたため残留が確定。甲府も残留が決まった。一方名古屋はクラブ史上初の J に降格となった。順位表最終更新は2016年6月25日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。 1. 1勝ち点2。得失点差3。得点数。順位推移表最終更新。2016年6月25日出展。J リーグデータ戦績表最終更新は2016年6月25日の試合終了時出展。J リーグデータサイト1。差10列のチームがホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキーコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。 順位表最終更新は2016年11月3日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。順位推移表最終更新。2016年11月3日、出展。J リーグデータ戦績表最終更新は2016年11月3日の試合終了時出展。J リーグデータサイト1、差10列のチームが、 ホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキイコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。年間順位表最終更新は2016年11月3日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数1。1チャンピオンシップの結果により、年間2位となったクラブは、AFC チャンピオンズリーグ2017。 グループステージの出場権を獲得。また、年間3位となったクラブは、AFC チャンピオンズリーグ2017プレイオフの出場権を獲得。年間順位推表最終更新、2016年11月23日出展、J リーグデータ年間価値点1位の浦和列が、セカンドステージ優勝、年間勝ち点三位の鹿島アントラーズが、ファーストステージ優勝を達成しているため、 年間勝ち点上位3クラブのみの出場となった。準決勝、川崎フロンターレ V カシマアントラーズ決勝、カシマアントラーズ V 浦和レッズ浦和レッズ、V カシマアントラーズ最終更新は2016年11月3日の、試合終了時出展、J リーグデータ最終更新、2016年11月3日、出展、J リーグデータ、J リーグデータ中期、全シーズンは J2、 ありがとうございます。